はい、どうもこんにちは。今回はですね、こちら今ね、ずらりと並んでいるパーツたちなんですけども、こちら全部パソコン用のパーツとなっています。ということで今回はね、自作パソコン組み立てていきたいというふうに思います。で、今回の動画は、これらパーツの紹介動画とします。なので、組み立て動画については次回以降、アップする予定で、まあパートごとにね分けて動画をアップする予定なので、よろしければぜひ最後までご覧ください。再生リストの名簿、概要欄などにね貼っておくと思います。まあ、ということでパーツ紹介から始めていきたいんですけども、なんかひときわね、異彩を放つこいつがねいますよね。こいつなんだと。これがね、今回の目玉でございますよ。こいつがなかったら私今回自作パソコン組み立てようと思わなかったからね。はい、ということでね、まずこいつから見ていきたいと思います。はい、ということで、まずは CPU から見ていきたいと思います。でね、こんな感じのね、巾着袋に入ってるんですけど、次元が違うな、という感じね。じゃあ、この巾着袋をね、開けていきます。おって感じ。やばい、おぉ。なんじゃこれは、これ。巷ではね、サッカーボールというふうに言われてるんですけどもね、マジでサッカーボールですね。どこだ？あ、ここですね。なんかサイコロみたいに。はい、ということで今回はインテルの Core i9-9900K という CPU を買いました。こちらの 9900K なんですけども、2018年の11月初めぐらいに発売された CPU となります。結構ね、話題を呼んでますね。未だに在庫が品薄というふうに聞きます。まあ、インテルの CPU 自体がそもそもね、供給があまりよろしくないと。ちなみにこちらの CPU、お値段が 65,970 円でございました。でね、中身見たいよね。どうやって開けるんかな？はい、ここにね、シールがあるので、これを切るみたいですね。うわ、緊張する。なるほど。はい。そういうことでね。ペロッと。おー。なんだろう、美術館みたいな建物。この入れ物だけでもなんかすごい金かかってそう。ちなみに、これプラスチックみたいです。おー。かっこいい。これ入れ物がかっこいいですよね。いや、飾っときたい、これは。いや、飾っといたらダメだ。まあ、そういうことでね。ここも開けていこうかな。で、どうやって開けんのこれ。泣いてる。開けてくれって。開けてくれって言うてるけど、ちょっと待って。すいません。もう一個シールがありました。それあかんわね。はい、これで開くかな？シールがね、2箇所ついてたみたいです。はい、入れろ！怖いない。おぉ、うおぉ、すげえ。じゃあね、取り出してみようかな。これだけですよ。これだけのためにこれに入ってるんです。すごいですよね、マジで。はい。なんかね、ずっしりと重いです。これが6万5千円の重みか。中には、なんだろう、これ、マニュアル的なやつが入ってます。ここ、紙テープがついてあって、これを切らないと読め、なんか袋閉じみたいですね、なんか。こうやって。後ろはCore i9のシールがね、ついてますね。かっこいいね。はい、ということで、こちらが 9900K でございました。パーツ組み立て編でね、実際に組み込んでいきたいと思います。続いていきましょう。続いてはこちら、マザーボードです。マザーボード、今回メーカーは MSI のものを買いました。MAGZ390 トマホークというものを買いました。お値段はね、19,870円でした。まあ、ギリギリ2万円以内で買えるマザーボードといった感じですね。2万円以内でね、マザーボードを選ぼうとすると結構選択肢が限られてしまいます。で、最初ね、アスロックの Z390 Pro 4 というものとすごく迷いました。あっちの方は1万4000円とか5000円で買えるので、まあ、差額4000円、5000円ぐらいの、価格差があります。で、なんで今回こっちを買ったかっていうと、別にメーカーはどうでもよかったです。なんなら今使ってるパソコンのマザーボード、ギガバイトなんでね、全然関係ないんですけども、ここね、CPU 電源のピンの部分なんですけども、ここが、8ピンと4ピン刺さるようになってます。今までのね、CPU 電源というものは8ピン1個だけだったので、ずっとそのままだったんですけどもね、今回 9900K というのは結構電力を食うと。で、定格で使う場合だったら8ピンだけでも問題ないんですけども、オーバークロックをすると、
いうことになった場合にね、電気をね、より安定して供給できるように、プラスで4ピンだったり、ハイエンドなマザーボードだと8ピンがもう1個させるようなタイプがあります。で、Z Pro 4には4ピンがなくて8ピンの、ソケット1個だけだったんですよね。で、8ピンと4ピンがさせるマザーボードをせめて、まあ、買っといた方がいいかなと。別にね、オーバークロックしなければ全然必要のないものなので、値段だけを考えるなら Z390 Pro 4一択だったんですけども、まあ、せっかくね、4ピンさせるんだったらさしたいなと。で、かつ2万円以内でマザーボードは買いたいなと思ってたので、ってなるともうこいつしか選択肢なかったんですよね。その店舗で見た感じではね。まあなんでこれを買ったと。それに加えて USB 3.1 の Type-C のポートが、あればいいなというふうに思ってたので、まあこれがちょうどね、私の理想に合致したといった感じ。ランタン紙が2個ついてるっていうね、ちょっと面白いマザーボードではあります。これで逆に2万円以内で買えるんだって感じですね。なんかすごいハイエンドなね、見た目はそんな作りしてますけどね。でね、ここ RGB って書いてるんですけども、この辺ね、光るっぽいです。そんなね、ガチガチに光るって感じではないんですけども、まあ、程よく光るみたいですね。別に私光らなくてよかったんですけども、まあ、こいつを買ったら光るみたいなんで、まあいいかなと。まあ、光るということで、まあ、それでケースの選択をね、考え直すはめにはなりましたけどね。で、今回ね、ストレージには M.2 を使いたいと思ってるんですけども、M.2 のスロット2個ついていて、ヒートシンクも、ちゃんと搭載されてるということなので、9900K をね、使うんだったら、まあ、これぐらいのマザーボードはいるかなという感じで買いました。ちなみにね、マザーボード開けてみたらこんな感じなんですけども、なんかすんげえ怖いことが最初から書いてあって、今から緊張してきた。で、これがマザーボード本体で、その下にマニュアルとか、ケーブルとかそういったものがいろいろ入ってるといった感じですね。ちょっと、今すごいことを気づいてしまった。見てよかった。これ、取説これ。新品やろこれ。新品やでこれ。ひどくない？中古かこれ。いや。何があった？ MSI クオリティ。はい、次。はい、続いてはグラフィックカードです。今回ね、パソコンの使用用途は主に動画編集とエンコードになります。なのでね、別にグラフィックボードに関しては今使ってる GTX970 でも良かったんですけども、流用っていう感じでね、良かったんですけども、今回ね、私のお友達が1080いらないと、売りたいということをね、ちょうど話持ちかけられたタイミングでの、自作だったので、今回はこれを譲り受けた感じです。一応ね、4万円ぐらいでね、そのお友達から買った感じです。エルザの GForce GTX1080 でございます。1080、4万円で買えたらなかなかいいんじゃない？まあね、知らない人から買うよりはいいかなと思って。本当はね、2070とかね、憧れますけどね、ゲームしないんでね、そんなにあっても意味がないと。あと高いんですよね、8万とか9万今します。最近出たやつなんで。なのでまあ、今回は全然これでいいかなと。あ、ちゃんとね、入ってる。とかで、あとね、今使ってる GTX970 っていうのが H265 形式の動画、まあ今撮っている iPhone の動画とかをね、そのままの状態で見るとめちゃくちゃカクつくんですよね。なんかエンコードが対応してないとか、そういった感じの理由なんですけども、性能的には問題なくても、そういった部分で対応しなかったら結局ねダメなので、もう動画が見れたもんじゃないといった感じでした。でね、今回のこの1080はそれに対応してるっぽいので、そういったね動画ガクガク問題も解消されるかなというふうに思います。だってね、 Surface Pro 4で綺麗に見れる動画が Core i7-6700K の CPU と GTX970 の組み合わせのパソコンでカクつきますからね。まあね、新しく買うという人であれば、マザーボードとグラフィックカードは同じメーカーで揃えてる人が多いですね。まあ私は全然気にしない。もうそこはね、値段重視なんであんまり気にしないですけども、まあ1から組む人はまあ相性とかも考えると同じメーカーで揃えた方がいいかもしれません。次。はい、続いては CPU クーラーでございます。今回ね、 Core i9-9900K というものはすごいね、あっちち CPU らしいです。発熱がすごいらしいということで、空冷の CPU クーラーを最初検討してたんですけども、ちょっとね無理があるかなということで、急遽簡易水冷を導入することを決意しました。簡易水冷ってね、空冷に比べるとまあメンテナンスがちょっと必要な場合がねあったりするので、あんまり気は進まなかったんですけども、まあこっちの方が冷えるということで簡易水冷にしました。で、今回買ったのがアンテックのマーキュリー240と
いうラジエーター 240mm タイプの2連ファンのものですね。でこれもなんか光るらしい。別に光らんでいいんですけどね、なんか光るやつしかなかったですね。でこちらに関してはね、値段9698円で買いました。一応ねアンテックのホームページを見ると収束品ということになっていて、もう販売は終了みたいです。なのでまあちょっと値段安めで売ってました。でね、最初ね、値段多く払ってでもコルセア買おうかなというふうにずっと悩んでってね、お店の中でねずーっと迷ってたんですけども、で今回コッペを買った理由がね、アンテック5年保証ということで、普通簡易水冷のね、CPU クーラーって2、3年がいいとこなんですよね。消耗品というふうに一般的には言われてるわけなんですけども、そんな中でこのアンテックの簡易水冷 CPU クーラーは5年保証がついてるということなので、5年保証ついてて1万円切って買える簡易水冷の CPU クーラーだったらもうこれでいいかなというふうに思いました。まあ冷える方が嬉しいけども、それよりもなんか水漏れとかしてね、なんかなったとかそういう方がね困るので、今回はまあそういったねこれだけ自信のある品質ということでね、アンテックを買った感じですね。メーカーはね、今回調べた時に初めて知ったようなところですけどね。取説ね、ちゃんと読まなきゃダメですよ。すごいね、パーツがたくさん入ってますね。もうちょっとめんどくさくなってきた。前ね、CPU クーラーの乾燥をしたことがあるんですけどもね。まあ、その時の動画もアップしてるんですけども、あの時はね、空冷だったので、取り付けがね、楽だったんですよね。今回ね、こんな感じでいろいろパーツとか入ってるからすごい不安なんですよね。いやパソコン初心者に簡易水冷はね、ちょっとハードルが高いかもしれませんね。まあ、9900K をね、冷やすためのクイックの選択、簡易水冷でございました。ね、多分ね 9900K 買う人ここでかなり悩んでると思います。次、はい、続いてはこちら電源でございます。今回買った電源がね、アンテックのネオエコって読むのかな、750ゴールドというものを買いました。お値段が1450円ということで、まあ1万円ちょっとで買える電源なんですけども、今回こちらのね、電源適当に選んだわけじゃないです。ちゃんと一応ね、理由があって選びました。アンテックだからってわけじゃないです。クーラーとね、電源両方アンテックなんですけど、たまたまなんでね。で、今回なんでこれを買ったかっていうと、まずゴールド認証を受けているからというのが、まあ一つポイントですね。電源の変換効率のことなんですけども、まあ今使ってる電源がゴールド認証を受けてるやつなんで、まあせめてそれぐらいはいるかなと。あと 9900K と GTX1080 の組み合わせということなので、それぐらいはね、いるかなというふうに、まあ浅い考えでね買った感じ。あと 750W の電源を買ったことについては、まあ今回の構成だとね、まあ 650W でも足りるっちゃ足りるんですけども、ちょっとオーバークロックをしたりとか、そういった際にはちょっと不安になるようなね、電源容量なので、まあ今回余裕を見た感じで 750W といった感じですね。今気づいたんですけどね、こちらの電源なんと7年保証みたいです。アンテックって結構ね、品質に自信あるんですかね。で、こちらのアンテックの電源を買ったもう一つの理由っていうのが、このね、CPU 電源、まあ、4ピン4ピンで8ピンのね、電源ケーブルなんですけども、これが2本ついてるというのが、こちらの電源を買ったもう一つの理由となります。でね、その電源ケーブルが2本ついてる話をしだすとね、マザーボードの話が出てくるんですけども、今回買った、トマホークのマザーボードについては、CPU 電源の、ソケット8ピンと4ピン2つ刺さるようになってます。でね、今までのマザーボード、まあ、一般的なマザーボードってだいたい8ピン1つしか刺さらないタイプが多いんですよね。ハイエンドモデルになると、まあ、プラスで補助電源がついてる感じなんですけども、今回はその補助電源がついてます。で、補助電源刺さなくてもね、定格までだったら全然動くらしいのは動くらしいんですけども、せっかく刺せるんだったら刺しときたいなということで、電源をね、今度選ぶわけなんですけども、電源によってもね、その8ピンケーブルが1本しか付いてないとか結構多いです。なので、その中でね、8ピンケーブルが2本付いてる電源って結構限られてしまいます。でね、コルセアの電源とね、ものすごく迷いました。でもあっち1万5000円とかしてね、めちゃくちゃ高いんですよね。なので今回はね、ちょっとね、5000円ぐらい安いんだったらこっち買おうかなと。こんな感じでケーブル一式ですね。で、これが本体。ずっしり重い。で、今回の電源はセミモジュラータイプです。必要なケーブルについてはこうやってね、もう最初から接続された状態で、プラスでね、ここに、プラグを挿すことができるタイプとなっています。はい、取説もこんな感じで入っています。はい、次。はい、続いてはメモリです。メモリはね、DDR4 2666MHz の
8GB×2枚で 16GB のメモリを買いました。まあ、全然ね 8GB でも足りるかなというふうに思ったんですけども、今のパソコンがねメモリを増設して今 16GB で使ってるので、まあ落とすぐらいだったら同じぐらいの方がいいかなと思って、まあせっかくなんでこれを買ったといった感じですね。コルセアのね超有名なやつ、なんか大体の自作パソコン動画で出てきてるね、このメモリ。度安定なんでしょうね。お値段としては 16,552円と、まあメモリ一時期よりはね値段下がりましたけども、まあそれでもまあまあするね。保証に関しては永久保証みたいです。やったー。ちなみにねこのメモリ、光るとかそういったものじゃないです。ただヒートシンクがついているだけのモデルになってます。ちょっとでも安くしたいという人はヒートシンクなしのタイプでもねいいんじゃないでしょうか。言うてそれでも1000円変わるかどうかって感じですけどね。はい、続いてはねストレージです。今回は SSD を買ったんですけども、SATA 接続の SSD ではなく M.2 に刺さるタイプの SSD を買いました。で、店舗で買ったんですけども、サムスンとかねああいった有名どころの超早いね、みんながよく使ってるような M.2 タイプのね SSD もなかったので、今回はインテルの 760P っていうシリーズなのかな、 SSD7 というタイプの M.2 ストレージを買いました。PCIe に、刺さるタイプのねやつ、512GB のモデルです。最初ねこの SSD に関しては、1個下のグレードインテルの 660P っていうやつかな、これの1個下のグレードを最初買ってました。値段的には 12,000円ぐらいで、かつ NVMe 接続ということで、非常にコスパに優れたね、しかもインテルが作ってるという素晴らしいなという思ってそれを買ったわけなんですけども、後々調べてみると耐久性がね半分ぐらいに下がってるということで、普段使いであれば別にそのままで良かったんですけども、今回動画編集とかで結構動画をね、頻繁に読み書きすることが多いので、ちょっと耐用年数は長い方がいいかなというふうに思って今回はこちらを買った感じです。ちなみにね書き込み読み込み速度についても、こちら、7シリーズの方が圧倒的、まあ倍まではいかないかもしれませんけども、まあ、結構速度も速い部類ですね。なのでこれを買ったといった感じですね。あ、開ける方間違えたかも。こっちか。ミスった。あー、まあいいや。こんなんが1個。と、あとは、おー、なるほどね。今のね、SSD こんなちっちゃいんですね。M.2 って初めて見たんですけどね、思ってる以上にちっちゃかった。手のひらサイズですよ、これ。これの中にね、512GB が書き込めるらしいです。素晴らしい。そこまでねがっつりパソコンを使わないという人であれば、SSD を SATA 接続のものに、してもいいと思います。 SATA 接続の SSD であればかなりね、値段は安く絶対1万円以下でね全然買えちゃうので、それでね、全然起動速度とかね、それで体感速度的にはね M.2 いくら高速にしてもそんなに変わらないらしいですね。ゲームとかねそういったもうすごい大容量のデータをね、引っ張ってきたり書き込んだりするときには結構差が出るみたいなんですけども、まあここもね一つケチることができるポイントですね。はい、最後パーツをねすべて入れるためのケースがいりますよね。そのケースがこちらです。今回は、ゾルマンの Z9 ネオっていうのかな、ブラックのタイプを買いました。はい、開けてみました。ブラックです。今見ると白の方がかっこよかったかなーって思ったり思わなかったりなんですけども、まあね、ペリペリはまだちょっと剥がさないでおきたいと思うんですけども、でね、なんで今回こちらのケースを買ったかっていうとね、それもちゃんと理由があります。まずね、ここ、パカッと開くんですけども、ここに、全面ファン2個付けられるようになってると。元々から付いてるみたいですね、これ。で、ここにね、5.25 インチベイ、まあ、DVD ドライブとか、ブルーレイドライブとか、そういったね、ドライブをね、ここに差し込むことができるタイプ。で、かつ、こうやってね、蓋の開け閉めができるから、普段はね、すっきり、ね、収めることができるんですよね。これ結構いいな、というふうに思って、一つこれがポイントになってます。でね、今回マザーボードとかね、光るやつ買っちゃったから、そんなね、私ピカピカさせるの好きじゃないんですけども、まあ、せっかくだからね、中見えた方がいいかなと。あと、ホコリとかのね、具合もね、横からパッと見てすぐ見えたらね、わかりやすいので、メンテナンス性の向上のために、ここ、中が透けるタイプ。まあね、こんな感じでちょっと中見えてる感じなんですけども、今回はこれを買ったといった感じ。で、もう一つね、ポイントとしては、ここ、上面にね、240mm までのラジエーターが付けれる上面のね、穴が開いています。今回ね、簡易水冷の 240mm
タイプを買ってるので、簡易水冷のね、ラジエーターが取り付けられなければね、意味がないので、そのね、簡易水冷のラジエーターを付けられるということで、これを買ったといった感じですね。だから、これを見つけた時にはほぼ一択でしたね。まあ、ちょっとだけ見せると、ここは電源。で、リセット。でね、USB ポートが 2.0、3.0、それぞれ2ポートずつ付いてます。まあ一応、こんな感じでね、4つも USB が挿せるということで、拡張性にも長けてますね。あとボタンがね、上面についてるというのも、まあ、使い方にもよりますけどもね、まあいいんじゃないかなと。まあ一つね、って思ったのが、これね、扉がね、左から開くタイプなんですよね。で、今回パソコンね、左下に置くつもりなので、こう開けれたらよかったんですけど、なかなかね、世の中うまくいかないもんですね。まあ別に、そんな頻繁にね、ここ多分開けることはもうないと思うので、別にいいかなといった感じですね。ちなみにこれ磁石でね、くっつくタイプになってます。いいね。でね、OS に関しては Windows の 10 Pro 64bit タイプのものを買ってます。はい、ということでね、すべてのパーツ紹介を終えました。パーツ紹介でこんな長い尺撮る動画あんのかって感じですけども、もう今回はね、パーツ紹介編ということで終わっておきたいと思います。次回からはね、パソコン実際に組み立てしていきたいと思いますので、よろしければね、このまま次の動画もご覧ください。ということでね、今回はこの辺で動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回ね、トマホークっていうマザーボードに、これついてたんですよね。ラッキーくんですね。MSI のね、ラッキーくん。みんな大好き、ラッキーくん。かわいい。これね、16GB の USB3.0 USB メモリーみたいです。まあ、このおまけがついてたから、Z Pro 4と比較してね、差額 USB メモリ分も考えても、まあ、これかなっていう感じで買ったのも一つ理由。ラッキーくんいなかったらね、MSI のマザーボード買わなかったかもしれないね。